ヤバタニエン、真の主人公は誰だ。はい、どうもご視聴ありがとうございます。ヤバタニエンというゲームでは特に主人公であったりプレイヤーというものが定められているわけではないですが、物語の主人公といえば当然最も出番の多いキャラとなります。ということで集計時点の8月10日現在において公式ツイッターに登場する回数が多いキャラをランキング形式で紹介していきたいと思います。まず集計方法です。画像のみを集計対象として一瞬でも出番のあったツイート数を集計していきます。1ツイート内に複数の画像が含まれている場合もあくまでツイート数1回のツイートとして計算していきます。補足として登場画像数も確認しているので、このツイート数が同じ場合は画像が多い順でランキングをつけていきます。また例えば1枚の画像で小回りされているものとかもあったりしますが、これはあくまで1枚の画像として計算していきます。またこれらのものは対象外として集計を行っています。動画や GIF であったりマップ全体の画像、ゲーム中のスクリーンショットの画像、そしてよりしろの姿での登場、これらは集計外です。また体の一部分でも含まれていた場合は登場していたものとみなしていきます。ということで合体後の三島と矢神はサラと宇都宮の登場回数にもカウントしていきます。ということでランキングの方に移っていきましょう。集計対象は合計123ツイートでした。それではまず最下位から。最下位は30位、こちら登場回数はたったの1ツイート、ドナルド・ブレア、ジャック・ブレアのお父さんですね。こちらはこの一瞬のみの登場となっています。29位は同じく1ツイート、ただ4枚の画像に登場している吾妻パパ、仕事人間で顔も見せてはくれません。続いて第28位はゼルダ・ブレア、ジャック・ブレアのお母さんですね。こちら登場回数は2ツイート、ドナルド・ブレアが出てきたツイートに加えてプロフィール画像がありますね。続いて第27位は吾妻ママ、パパと比べてこちらの画像で1回登場している分登場回数が多いです。ブレア家も吾妻家もママの方がちょっとだけ登場回数が多いですね。そして次は同率24位、こちらが3人いまして、ここからメインキャラが登場していきます。全員3ツイートで画像は3枚のみです。まず1人目がアールソン、プロフィールの画像、サイド B の登場人物一覧、そして覆面をかぶせられた画像の3ツイートのみでした。続いては松本恵美、プロフィールカードとコーヒーブレイクとかき氷、キャラクター的には結構シリアスな場所に出てきそうなんですけど、のんきな場所にしか出てきてないですね。そして最後は三島、だいぶ古い画像ですがこちらはゲームと同じものとして対象外としていますが、プロフィールの画像とちょっとだけゲームと埋まり具合が違う、こちらの埋まってるシーン、そしてかき氷を買いに来たシーンの3枚のみとなっています。続いて同率21位は3名4ツイート4枚、メインキャラでこの順位なのは1人だけで、シーソン、アールソンの登場タイミングに加えて、1人だけで登場したこちらの画像があります。最近真っ二つにされるシーンもツイッターの方に投稿されていたんですが、こちらは動画なので対象外としています。もう1人は田中瑞希、田中追憶編で出てきてますね。集計している時にエルナなのかミズキなのか判断に迷うシーンが結構あったりしたんですけど、ほとんどが動画だったのであまり関係はなかったです。そして最後の一人はブレア家の謎の人物ですね。ブレアとだけ紹介されてますが、続いて同率17位は5ツイート5枚で4キャラもいます。1人目は柏木さん、ヤバタニ砲のこちらのシーンも、時代的には違うんですけど同じ画像なのでカウントしています。そして理想的な貴婦人、かなり初期に投稿されたこちらの画像は一応柏木さん含めて別人としてカウントしています。そしてオールドレディもこの順位、レディちゃんと一緒に紹介されるシーンが複数回あったにもかかわらずのこの順位です。田中追憶編じゃ正直一番あんまり目立ってなかったですね。そして過去のお姉ちゃん、この罪人表記も過去のお姉ちゃんカウントしております。続いて16位は5ツイート6枚で金森、ほとんど掘り下げのない謎多き少女ですがこちらの順位となりました。3のメンバー勢ぞろいの画像っていうのがいくつかあったのでここで登場回数稼いでいますね。ちなみに金森ちゃんが1ツイートに2枚の画像で出てくるのはこの画像あまり嬉しくないですね。第15位はグレース、6ツイート8枚、
最近ではもうほとんど出てこないですが、リチャードとのカップリングでの登場と以前のエリンとの絡みで登場していました。第14位はメインキャラでエル・クニエダ、6ツイート10枚の登場です。国枝姉妹は登場した時に1ツイート内の画像が多くなる傾向があるので、6ツイートながら10枚の画像に登場しています。第13位はサラ・ブレア、7ツイート9枚です。定期的にジャックを虐待していますが、サラ自身もゼルダ・ブレアにひどい扱いを受けていたようです。第12位はアクツルミ、8ツイート8枚。金森と同様に掘り下げがほとんどない少女ですが、3のメンバー勢揃いの画像に登場していたのと、初期のレディにひどいことをする役割としてちょこちょこ登場していました。ただその役割も田中ちゃんに奪われちゃいましたね。第11位は宇都宮、9ツイート9枚です。3の前ではまともそうな人としても登場していましたが、3以降では合体アイドルとして登場回数を稼いでいます。第10位はオミオ、10ツイート10枚。こちらもヤバタニへの看板に近いキャラなんですが、まあ過去を追いかけてくる役割として登場しています。ただ今どうなってるのかわからないですし、登場すると全部オミオ中心の画像になっちゃうっていうところで登場回数が少なめです。第9位はリチャード・ブレア、11ツイート13枚。虐待パートに出てくる優しい兄としての役割とグレースの旦那さんとしての役割で、登場回数を稼いでいます。猫と合体しているのももちろんリチャード・カンさんです。救出対象外のキャラとしてはダントツトップの登場回数です。続いて第8位、K 国枝、11ツイート21枚。ツイート数に対する画像数であればトップクラスに登場が多いキャラになります。エル・クニエダとの姉妹でのひどい目に遭わされるキャラというところから、ジャックの下で働くフリーターキャラを確立して登場回数を増やしていっています。ちなみにこちらの画像は K 国枝かどうか判断がつかなかったため対象外としております。第7位は矢上京子、13ツイート14枚。初代から登場していたということから、もともと登場回数は多く、宇都宮と合体後も顔面ですが登場しています。まあ、こんなの矢上ちゃんじゃないと言われてしまったら悲しいですが、まあ、2ツイート減るだけですね。なので、9位になります。合体後を除いた場合は9位になります。続いて第6位はエリン・モンゴメリー、14ツイート16枚。思っていたほど多くはないですが、本編で目立ってない割には出番がある方ですかね。一応サイド B の先生もエリンとしてカウントをしています。多分エリンでしょう。第5位は吾妻のり子、19ツイート27枚。第5位と第6位で大きな差が開いています。3関連のイラストだとほとんど登場していたということもあってこの順位です。これから少しずつ出番が減ってくるかもしれないですし、サイド B の影響で増えていくかもしれないです。第4位はレディ、23ツイート29枚。3しか登場していないキャラとしては異例の高順位。公式ツイッターの役割として、過去編でひどい目に遭うのがジャックであれば、現代でひどい目に遭うのはレディの仕事。一人だけ不思議な時空にいるのか、致命傷レベルの傷を負っても次の画像では平然としています。謎も残しつつ、唯一の両親としてキャラも十分に立っているので、今後も登場は増えてきそうですね。第3位はジャック・ブレア、25ツイート32枚。血族組の中では最下位となってしまいました。田中が追憶編で数を増やしていたことで、ジャックは3に登場していなかったことあたりが響いてる感じはします。最近ではブレア家の昔話での登場と K 国枝との悪友関係が主な登場シーンとなっています。第2位は田中エルナで35ツイート44枚。登場範囲はかなり広く、今回集計対象外としていた動画で、まあ、田中追憶編で5回も登場していたので、数字上よりもかなり惜しい結果となっていました。そして今回堂々の第1位はやはり過去安住、41ツイートで51枚。ただ先ほど申し上げた通り1位とはいえ、動画のものを加えると田中がかなり逼迫してくる上に、公式ツイッター初期のあまり物語に触れない画像での登場という形で数を稼いでおり、文字付きのツイートだけに絞って考えると田中よりも少なくなってしまうというのが実情でした。しかしここから先過去追憶編も出てくるはずなので、今後の伸びに期待できますね。ということで今回の動画は以上となります。ランキングはこんな感じでした。ある程度予想通りではあったものの、レディが予想以上に高順位でしたね。ということでご視聴ありがとうございました。